皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。昨日のコンサートに触発されて、コンサイスで吹けるかなと思ってやってみました。この先変奏曲になっててね、いろいろ難しいんですけど、また時間を見つけてちょっとずつ上げていこうかなと思います。なんかもっとやっぱり機能とっぽいやつがいいかなと思うので、やっぱりオリジナルの楽器もそうなんですけども、後でバラックフルートで吹こうって思ったりなんかして、そうですね、コンサイスルートがここ最近またね、微妙にブームじゃないですかって私の周りだけなんですけど、今度ね、10月の16日関西フルートオーケストラ定期演奏会でコンサイスフルート、M さんが吹いてくれることになりました。最後の曲ですね、動物の謝肉祭の中で登場します。どこで登場するか楽しみにしていてくださいね。多分どうなんだろう、フルートオーケストラの中でコンサイスフルートを使って演奏するのは初めてだったりする？もうすでに誰かされてる？ひょっとしたら昔されてた方いらっしゃるのかもしれないんだけど、ここ最近では珍しいんじゃないかなと思います。どんな響きになるかなっていうのをね、楽しんでいただけたらと思います。10月16日は京都府民ホールアルティで関西フルートオーケストラの定期演奏会がございます。今年もコールグロリアさんと一緒に共催させていただきます。関西フルートオーケストラはね、今年は演目が動物にまつわる演目が非常に多いですね。1曲目の歓喜を除いては全部鳥の名前がついてたりとか、動物の名前がついています。鳥の一日はリュネットさんたちがねしてくださるんですけども、その次のコワンザメとかピアソラのサメとか、はい、もうこの時点でなんか海の生物以外いっぱいなんですけども、動物の謝肉祭の中にはなんですか、サンサンスのいわゆる動物の謝肉祭ではないので、本来存在しない動物たちもたくさん出てきます。メガネカイマンとかいるんだけど、メガネマングースとかね、いそうでいない動物出てきます。なんかね、いっぱいあって、で、特に最後の楽章なんかすごく面白いのでね、動物好きだっていう方はぜひね、聞きに来ていただいて、コンサイスフルートも聞いていっていただいたらなと思います。コンサイスフルートじゃない楽器もたくさん出てきます。もちろんモダンフルート族もたくさん出てきますよ。ピッコロ、フルート、アルト、バスフルート、コントラバスフルート。いろんなね、大きさ。ちっちゃいのから、ちっちゃいのこれぐらいですよね。大きいのは、4の字型になった、はい、立って吹く 2.7 メーターあるコントラバスフルートです。2.7 メーターって言うと、軽自動車ぐらいですね。なんか、いつもマイカの小部屋のオープニングのところで、4の字になってる、ここだけが映ってると思うんですけど、あれです。なんかね、大人はね無理かもしれないけど、4の字の真ん中ら辺を子供だったらすり抜けでそうだなっていつも思ったりなんかします。いろんな楽器たちが出てきて、そしていろんな動物たちが出てきて楽しいので、10月16日は関西フルートオーケストラの定期演奏会、ぜひ聞きにいらしてくださいね。ということで、週のスタート、昨日からスタートしておりますが、月曜日も頑張っていきましょう。皆様またね。